ひなちゃん。いや、それ隣のトトロのおばあちゃんがメイちゃんを探す時の呼び方だよ、あんこ。あ、起きた。ひなちゃんが起きた。クララが立ったみたいに言うけども。って、あれ？ここは？あれ？私、ひなちゃん、名前と生年月日ちゃんと言える？え？北川ひな、12月12日生まれ。大丈夫だよ、あんこ。別に私、記憶喪失にはなってないよ。子供の頃に飼ってたペットの名前は？ポロ。小学生の時の担任の先生の名前は？大川先生。初めて映画館で見た映画は？シュガーラッシュ。両親が出会った街の名前は？ちょっと待って。私から何かしらのパスワードを聞き出そうとしてる？え？いや、だってさっきからパスワードを忘れた時に出てくる秘密の質問ばっか聞くから。じゃあ最後、これだけは答えて。何？一番の親友の名前は？いや、だから秘密の質問。いいから答えて。え、西山あんこ。あんこだよ、私の一番の親友は。自分で聞いておいて照れるんだよ。私の方が恥ずかしいでしょ。それにしても本当によかったよ。息し始めてからもなかなか目覚まさないからどうなるかと。え、何？私息してなかったの？うん、大変だったんだよ。息してなくて本当にあと少し処置が遅れてたら危なかったって。え、ちょっと待って、そもそもなんでこんなことに？ほら、うちらスカイダイビングしてたでしょ？それで鳥が飛んできて。あ、そうだ、思い出してきた。鳥に突進されてパラシュートに穴が開いて。落ちた？うん、ヒュルリーラーって。ヒューとかではなく、そんなケツメジの桜みたいに落ちてったな、私。それにしても、ひなちゃん、うん、よかったよ。落ちたのが海だったっていうのと、落ちたショックで気絶してたから、逆に水を飲まずに済んだってタケルくんが言ってた。タケルくん？え、誰？ひなちゃんのことを助けてくれた人。その人がひなちゃんを海から引き上げてくれたの。あ、そうだったんだ。それでタケルくんが人工呼吸でひなちゃんを蘇生してくれたんだよ。人工呼吸ですって？うん、人工呼吸。人工呼吸ってあれだよね。マウス・トゥ・マウスで。ヒュルリーラって息を吹き込む。しっかりフーって入れてほしいな、どうせなら。なんか全然助からなそうだもん、ヒュルリーラ程度の息じゃ。え、それにしても、私知らない人と口づけしちゃったの。うん、接吻してた。接吻言うな。私初めてだったのに。じゃあ、ファーストキスだね。だから、みんなまで言うな。あー、私初めてのキスは、浴衣でも着て花火でも見ながらがいいなとか思ってたのにな。そんだけ喋れれば問題なさそうだな。あ、たけるくん。あなたは？安心しろよ。あれはただの人工呼吸。キスとかじゃないからよ。こっちだって助けるために必死だったんだ。勘弁してくれな。浴衣着て花火見ながらのファーストキスは好きな相手にとっておけよ。あ、あとそうだ。起きてから1時間くらい安静にして、めまいとかないようなら好きな時に帰っていいって医者が言ってたぞ。それじゃあもう大丈夫そうだし、俺はこれでな。もう空から落ちたりすんなよ。バイバイ、ありがとう。いい人だったでしょ？え、うん。なんかパニックって俺も言えなかった。悪いことした。きっとまたどこかで会えるよ。うん、そうだね。でも、正直なんかほっとしてる私もいる。ほっとしてる？うん。だって、やっぱり頭では分かってるつもりでも、今の人と、その、したって思ったら、意識はしちゃうもん。あれ以上ここにいられたら私、恥ずかしさで爆発してたかも。そっか、じゃあこれでよかったのかもね。いや、それにしても本当によかったよ。1時間安静にしたら帰っていいって言ってたし、一安心。あんこもごめんね。ありがとう。全然平気だよ。あ。ごめんね。お腹すいたね。すぐ帰ろうね。1時間後。まさか旅行者の力こんな壮絶な始まり方をすると思ってなかったよ。ほんとだね。もう思い出いっぱいだね。いや、ほんとよ。はぁ、明日は平和な一日だっていいな。そうだね。この後あんこのおじさん家泊めてもらうんだよね。そうだよ、村上おじさん。お母さんのお兄さんで花火師なんだ。すごい。花火師。夏まるまるお世話になるし、きちんとご挨拶しないとだね。あ、ほら、あそこだよ。おじさん、来たよ。お邪魔しまーす。おい、村上おじさん。あれ、おかしいな。いつもはすぐに、めいちゃんって駆け寄ってくるのにな、おじさん。めいちゃん？あんこのこと？うちめいっ子だから。続き柄で呼んでくるパターンあるんだ。さすがあんこの親戚。血は争えないね。裏庭でなんかやってるのかな？ちょっとうち見てくるね。ここで待ってて。はーい。いやー、ほんと今日はいろいろあったな。まさか空から落ちることになるとはね。まあ、でもあんこも言ってたけど、運は良かったね、私。呼吸の相手もいい人そうだったし。まあ、でもさすがにもうこれ以上の衝撃はないだろうな。あとはまったりと夏休みを楽しもうと。師匠、先にお風呂いただきました。まだ暖かいんで今のうちに入っちゃってください。その間に晩飯の準備。いやー。ひなちゃん？今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なんかかっこいいやつ出てきたな。なに？ひな？ひなちゃん？お父さんと結婚するって言ったでしょ？どうなっちゃうの？明日はしおりとじゅんたんのカップルだよ。また明日の動画で。